孫文代、武門の長として乱世を切る。親父、あいつ領主の。なるほど。うん、ち、ああ、いいえさあ行くとしよう。孫家の武、領主に刻んでやるのだ。我々は三方から敵を攻め立てる。今後の戦、領主の武人たちに見せてやろう。これが戦場か。よし、私も頑張らなくちゃ。手がいいな、その方向に。あまりこの父を心配させるなよ。我が知役を挽回できるか。あと少しで押し切れたというのに、今後のイノシシ武者が出しゃばりを打ち、第二陣運を開始せよ。戦力を正面に集中させて突破するぞ。よし、これと策で敵の攻めを裏止める。その間に剣と将校は敵の裏へ回り込むのだ。素晴らしいご活躍、お見事です。虎の血を継ぐ方々です。部屋のひいき目を抜きにしても上出来だ。あの孫が足を切るのだ。貴様と何を隠したのかな。天使、いつも妹が世話をかける。手を焼くだろうが、よろしく頼む。はい、姫様のことはお任せください。孫権様もあまり無茶をなさいませんよ。私も無茶に見える。わかった。お前が言うのなら気をつけてよ。射線強引撃、正面からは打ち破れんか。ならば裏から回り込み本陣を狙う。お、我
我らの裏をかこうというのか。敵も少しは兵法を知るようだ。虎の狩りがち、それ式で俺たちは崩せん。やってやろう。崖の上下より洞窟へ入り、敵を迎え撃つ。崖上から洞窟に入る。はい、入れてくぞ。おうよ、関東本家の部、たっぷり味わわせてやるわ。お、助立ちくださるか。お見事、見せつけてくれますな。この高校服が相手よ。命知らずからかかってこいや。さて、やるとするか。おい、これで派手に戦わせてくれ。
普段は目立たぬお前も戦場では頼もしいな。殿、ありがとうございます。けどやっぱり俺普段目立ちませんか。おお父上、お見事な戦ぶり。さあ来やがれ、お前のぶっとひねりだ。虎の狩りよ、そう逆襲を一気に粉砕する。虎の狩りよ、食らってやろう。領衆の混乱も収まるだろう。皆勝ち時をあげよう。我らの勝利だ。よっしゃ、俺たちの勝ちだ。孫家の軍は誰にも負けはしねえぜ。